福島みずほ投手、はい、どうしてそんなに辺野古の基地建設反対にこだわるんですか？いやー、これはね、沖縄ってあの小さな島に全国の 70% 以上の基地が集中をしています。また押し付けるなんてそれはできないじゃないですか。また大浦湾、本当に美しい海、希少動物も住んでいる、ジュゴンも来る海なんですね。あそこを埋め立てて巨大な基地を作る、これには反対です。そしてもう一つ、実はあそこに基地は作れないんです。軟弱地盤でできません。90メートル以下が軟弱地盤、そこに杭は70メートルしか打てないので、地盤沈下も凄まじく起きるでしょう。辺野古に基地はできません。だから辺野古の新基地建設に反対です。